東霊周囲は、日本の中国法制史学者である、新田ルが編纂した、早くに散逸した東霊の一文を収集した書物。1933年に、東方文化学院より出版され、翌年、第24回帝国学士院恩師賞を受賞した。当初、本書の根幹となる、東霊復元作業を提唱したのは、日本法制史学者の宮崎道三郎であった。これは、 日本の古代法である律令を、その成立史及び、比較法制史的な見地から研究する上で、党ただしや、党例の研究が、不可避の領域であるという事情による。実際に、作業に着手したのは、中田香織であった。池田敦史責任編集の、党例周囲法に収録される、中田香織の、党例周囲広報引用書目によれば、その引用した原点は、であった。 1929年、東方文化学院東京研究所が創設された際、中田薫が当時東京帝国大学大学院にあったニーダ・ノボルを研究所の助手に推挙した。同時に中田が東霊の復旧並みその指摘研究をニーダに移植したという。その期待通り、4年でニーダは本書を完成させ、中国法制史の研究に多大な貢献を果たすことになった。 同時に厳密なテキストクリティックを課し、従来見られなかったような成立年代の否定を行った。刊末には75種の署名を挙げる採択資料作品を呼び、その半本、所蔵期間が再録されている。同様の姿勢は、牧野辰美との共著である古藤正し書期制作年代校にも見られる。本書には、当時進出資料であった頓行文献が数点。 含まれており、1937年発行の闘争法律文書の研究には、より多種のトンコ及びトルファン等の出土の文献が引用されている。ありがとうございます。